2019年7月ドラマ金曜日深夜テレビ朝日系列金曜ナイトドラマセミ男、美しきセミの王子様と30代冴えない女子の7日間だけの奇跡のラブストーリー。公式サイトのイントロダクションによると、いいことなんて全くない冴えないアラサー女子の前に、突然ちょっと変わったでもすごく美しい年下の王子様が現れ、こう言った。あなたの望みを叶えるから7日間一緒にいていいですか。この夏最も切なくてだけどほんわか笑えるセミとアラサー女子のひと夏の出会いと別れの物語。都心からはちょっと離れた郊外にあるアパート、うつセミ荘に続く庭の地中、一匹のセミが羽化の時を待っていた。数年間を土の中で過ごし、いよいよ最後の7日間を生きるため地上へと上がる瞬間を待ちわびるセミ。そんなセミにはある一つの楽しみがあった。それは地中にいる間ずっと気になっていたうつセミ荘の住人たちの姿をその目で見ること。声だけを聞いてきたあの人たちは一体どんな人たちなんだろう。そしてついに迎えた羽化の瞬間、地上へと這い出たセミの頭上から一人の女性が落下してくる。ようやく地上に出られたのに飛べないまま終わるのかと死を覚悟した瞬間、女性は鮮やかにセミを避け、ちょっと離れた地面に落下。セミは九死に一生を得るのだった。その女性とは大川ゆか。どこか寂しそうな彼女の表情が気になる。そんなゆかを幸せにしてあげたいと考えたセミは、7日間だけ人間の姿となり、ゆかの望みを叶えてあげようとするが、主人公のセミオは、この夏羽化したセミが人間になった姿。セミにとっては地上世界のすべてが眩しく憧れの世界だから、口癖はなんて素晴らしい世界なんだ。好物はメイプルシロップ。セミなので人間界の常識には疎く、結構な頻度で浮世離れした言動を繰り返す。ふん。で、演じるのはね、昨年2018年1月クール日本テレビもみ消して冬我が家の問題なかったことに以来1年半ぶりの連ドラ主演となる平成ジャンプの山田涼介。ふん。意外にもね、テレビ朝日のドラマには初出演にして初主演。ふん。で、ちなみに脚本はテレ朝の連ドラには20年ぶりとなる岡田義和。ね。そして主人公を取り巻く気になる登場人物とキャスティング。まずセミの命を救ったことから猛烈に感謝され、わけもわからぬまま7日間だけ一緒に過ごすことになるうつセミ荘に住むアラサー女子大川ゆかに木南遥。人と上手にコミュニケーションを取ること、人と積極的に関わることが非常に苦手で、自分の声すらあまり聞いたことがない。そしてとにかくこれまで生きてきた人生がことごとくついていない。同じくうつセミ荘の住人の面々、熊田美奈子に今田美代、デザイナーを夢見て福岡から上京、服飾の専門学校に通っている。思ったことは割とズバズバと口に出すタイプの今どきな女の子、大のセミ嫌い。続いて絵本作家の岩本春に、お笑いコンビ南海キャンディーズの山崎静代、ベレー帽をかぶり変わった服を着て過ごしている。住人のみんなに愛される、大きくて力持ちの心優しき乙女。春の夫岩本雅にはお笑いコンビエレキコミックの八井一郎。以前は春とお笑いコンビを組んでいたツッコミ担当。しかし春のことが好きすぎてツッコミが甘くなってしまうため、お笑いの道を断念。現在は会社勤めをしている。そして職業不明で部屋にいることが多い小川邦夫に北村ゆきや、口癖のように体が弱い余命短いと繰り返しているが、すでに何年も経過している、とにかく謎が多い男。それからうつセミ荘の大家さん、ショーのねじ子に阿川沢子、とてもおっとりしていてのんびり屋さん、通称国分寺姉妹の妹の方。同じく大家さんのショーの釘子には段踏み、すごくせっかちな性格、通称国分寺姉妹の姉の方。一方ゆかの実家大川家の面々、ヤンキー上がりの父親大川博士に高杉光、同じく元ヤンの母親大川幸子に田中美奈子、同じく地元では有名な伝説のヤンキー兄の大川健太には V6 の三宅健。伝説というのは強いからというだけでなく、伝説になるほどのバカという意味も。そしてゆかが勤める国分寺中央食品の頼りになる先輩桜木翔子に佐藤ひとみ、同僚の木下ひなに源真帆、上司の柴田元子には山の海、常連客の木村さんに渡辺圭介。
さらに昼はカフェ、夜はそばを出すバー、国分寺宿り木カフェ宿り木庵のオーナー相田新平に池田亮、その妻相田直美には椿原愛。ふん、ということで何はともあれセミ男、楽しみにしたいと思いますね。はい。